マイケル・カダヤー、マイケル・ブレント・カダヤー、マイケル・ブレント・カドアー、1979年3月27日対は、アメリカ合衆国バージニア州ノーフォーク出身の元プロ野球選手、外野手、右投げ右打ちの MLB ドラフトで、ミネソタツインズから一巡目、全体9位指名を受け、8月19日に契約は、の A 級でプレー 遊撃手として122試合に出場したが、61失策と問題を残した。は A 級フォートマイヤーズミラクルでプレー。この年から三類種にコンバートされた。130試合に出場し、打率。298.16本類が82打点、14盗塁だった。は AA 級ニューブリテンロックキャッツで138試合に出場し、打率。 263.6本塁が、61打点、5投塁だった。2番、2番 AA 級ニューブリテンで開幕を迎え、9月18日に、ツインズとメジャー契約を結んだ。9月23日のクリーブランド・インディアンス戦で、メジャーデビュー。8番、指名打者で、先発起用され、2打数1安打1四球1三振だった。この年は8試合に出場し、打率。 222だった。の、開幕前には、ルーキー・オブ・ザ・イヤーの筆頭候補としても名が上がった。しかし、まだ守備に不安があり、打撃では、変化球に弱点があったため結果を残すことができず、肖像類種のコーリー・コスキーや小一類種のダム、ミント・ケイビッチからポジションを奪うには至らなかった。この年は41試合に出場し、打率、259.4本類が、 13打点に投塁だった。は開幕ロースター入りし、開幕後は右翼手として先発起用された。24試合に出場したが、打率233と打ち込み、5月9日にトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスへ降格した。8月31日に最昇格。この年は35試合に出場し、打率245.4本塁が8打点。 一盗塁だった。は、生二類種のが5月に故障で離脱したため、出場機会が増え、この年は115試合に出場した。打率、263.12本塁が45打点、5盗塁だった。3月4日に、ツインズと1年契約に合意、前年オフにコスキーが移籍したため、開幕後は三塁に定着、126試合に出場し、 打率263.12本類が42打点3盗塁だった。1月21日にツインズと130万ドルの1年契約に合意。それまで右翼を守っていたジャック・ジョーンズがシカゴ・カブスへ移籍。カダイアーは打撃に専念させる意味で外野へとコンバートされる。そしてチームの中軸で共に 左打者のジョーマ・マウアー・ジャスティン・モルノートの兼ね合いで4番に入ることが多くなった。シーズンを通しては、自身初の20本塁打と100打点を記録し、オフの11月には、英語教師をしている女性と結婚した。2月15日に、ツインズと375万5000ドル出来高50万ドルの1年契約に合意。この年は144試合に出場し、打率。 276.16本類が81打点5盗塁だった。1月25日にツインズと総額2400万ドルの3年契約、2011年1050万ドルの球団オプション付きに合意、6月29日に左手人差し指の怪我で15日間の故障者リスト入りし、9月13日に復帰、長期離脱の影響で試合の出場に、 とどまり、打率、249.3本類が、36打点、5盗塁だった。は、153試合に出場し、打率、276.32本類が、94打点、6盗塁だった。オフの11月7日に、ツインズが、シーズン1050万ドルの球団オプションを行使した。は、右翼手として、開幕を迎えたが、7月に、 ジャスティン・モルノーが故障で離脱したため、一塁でも起用された。この年は157試合に出場し、打率271.14本塁が81打点7盗塁だった。は、怪我人属室のツインズで唯一出場し続けた。また、この年、キャリア11年目にして初めてオールスターにも出場した。 この年のオールスターゲームはツインズからはこの課題や、ただ一人だった。7月25日のテキサスレンジャーズ戦では、大差でリードされた終盤に、ツインズの野手としては21年ぶりとなる、公式戦当番を果たした。この年は139試合に出場し、打率、284.20本塁が、70打点、11盗塁だった。オフの10月30日に、FA となった。 2011年12月20日にコロラドロッキーズと総額3150万ドルの3年契約を結んだ。は、ロッキーズ打線の中軸を担う戦力として期待されたが、8月19日にこのシーズン2度目の故障者リスト入りしてしまい、101試合の出場に止まった。故障者リスト入りするまでの成績は打率260.16本塁が58打点。 8盗塁というもので、2塁打30本に関してはすでに前年を上回っていた。この年は、主に右翼を守った。は、期待に応えられなかった前年とは、打って変わり、ヒットを量産。自身二度目となる、オールスターのメンバーに選出された。最終的には130試合に出場し、2年ぶりの規定打席到達を果たしたばかりか、打率。 331を記録して、自身初の打撃タイトルとなる、首位打者に輝いた。また、打撃面での活躍が評価され、シルバースラッガー賞にも選出された。守備面では、右翼で、守備防御点マイナス16と散々だったが、接種と前年の不振を補って、あまりある活躍ぶりだった。は、またしても、戦線離脱を繰り返してしまい、2003年以来の、 少なさとなる49試合の出場に止まった。しかし、打率332アップス0.955という成績は、いずれも、首位打者に輝いた2013年を上回る数字で、あり、前年の打棒がまぐれでないことを証明。パワー面での10本塁打を含む、計26本の長打を放ち、2試合未満で1本という、ハイペースで長打を生産した。オフの10月30日に、 FA となった。その後ロッキーズは1年1530万ドルのクオリファイングオファーを提示したが承諾しなかった。2014年11月10日にニューヨークメッツと総額2100万ドルの2年契約を結んだ。メッツでは117試合に出場したが、ヨエニス・セスペデスの加入やマイケル・コンフォルトの台頭もあり、ポジションはやや流動的な部分もあった。打撃面では打率。 259.10本塁打、41打点、2盗塁という成績を記録、7年連続で2桁本塁打をクリアしたものの、過去2シーズンと、ヒスルと定調だった。守備で最も多く守ったのは、左翼種、69試合で、3失策、守備率、971DRS から3という内容だった。他には一試合、試合も、 守っており、いずれでも無失策だった。シーズン終了後、2年契約が1年残った状況ながら故障を繰り返したことで、自身の体に限界が訪れたとして、現役引退を表明した。メインポジションは右翼手で、三塁手、一塁手、二塁手、左翼手、中堅手、投手のプレイ経験がある。ポールモリターに似たコンパクトな速いスイングで、 パワーもあり、選球眼も悪くないが、ストライクゾーンを外れた外角の変化球には弱い。足は遅くはないが、走塁技術には難点がある。三塁一種としては、難のある補給を強権でカバーしていたが、外野手としては、最短距離でボールに向かい、送球も正確で補い札も多い。手品が得意で、ツインズ時代は、ロッカールームなどでも、 チームメイト相手に手品を披露し、チームのムードメーカー的存在にもなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。